仮面ライダーブラックさん、南光太郎役西島秀俊さん、仮面ライダーシャドームーン秋月信彦役中村智也さん、そして白石和也監督、どうぞ盛大な拍手でお出迎えください。はい、仮面ライダーブラックさん、南光太郎役の西島秀俊です。よろしくお願いします。こんばんは、仮面ライダーシャドームーン秋月信彦役の信彦役の中村智也です。よろしくお願いします。監督の白石和也です。今日本当にありがとうございます。僕51になりましたけども、やっぱりこれだけ、50周年作品ですけども、これだけ長い間愛されたシリーズで、またその中でも金字塔と言われている、ブラックサンのリブートということで非常に光栄に思い、なおかつすごくこうプレッシャーを感じてこの作品を受けました。でも僕の年だと正直敵役かなと思っていました。今回仮面ライダーの役をオファーしていただいたので、もう即決しました。大人の仮面ライダーを作ってほしいというオファーを最初に受けました。とはいえ子供もちょっと背伸びして見れるぐらいの仮面ライダーにしたいなと思って、僕が目指したのは日本のレーティングでいうと PG12 でした。ですがなぜか完成した時に18になっていて、子供たちごめんなさいっていう感じです。本当個人的にはぜひ子供たちが見られるバージョンを僕ギャラ全部返しますんで大きな秘密があって、中村さんと西島さんは今回同じ年齢であるという、西島さんにタメ口を聞くという役柄はいかがでしたでしょうか。ここ別に難しいとこじゃないでしょ全然大丈夫だと思います。やりづらくなかったですか。どちらかというと割と普段から目上の方に対してタメ口になってしまうタイプの若手でして、で何回もね過去ご一緒させていただいて作品を、なのでやりづらくはなかったですけど、やってて面白かったので言うと、回想シーンの光太郎と現代パートの光太郎を僕両方と共演してて、それがなんかね見てくださると分かると思うんですけど、不思議となんか違和感が全くない。あと変身の時にベルトとかね出てくるんですけど、そこの特撮ならではの撮り方とかテクニカルなこともいっぱいあったんで、その辺が難しかったですね。そうベルトも発売されるみたいなんで、買ってあげてください皆さん。 I think they're going to sell the belt, so please buy the belt. 仮面ライダーブラックお好きな方は絶対に喜んでいただけるシーンがたくさんあります。ただのヒーローものではない深い、テーマ、それから人間ドラマが描かれています。本当にぜひですね 1,2,3 ぐらいまでエピソード見ていただくともう止まんなくなると思うので、ふっと気楽に見てください。今日来て見てくださる方はぜひですね、応援団としてこの作品を、一緒に、応援して広めていただきたいなと思います。今日は本当にありがとうございます。で今日ここにねカメラ撮ってくれてる皆さんが第一線の応援団として、知り合い15人ぐらいに見た方がいいよと